ライスナーとその夫人、ハンス・ライスナーは、ドイツのエンジニア、数学者、物理学者である。ベルリンで生まれた。ベルリンで土木工学を学び、一年ほどアメリカに渡り、製図技術者として働いた後、ドイツに戻り、ベルリン大学でマックス・プランクに物理学を学んだが、1902年に、工科大学でハインリッヒ・ミューラ・ブレスローの下で、機械工学を学んだ。 大学の職員となる傍らフェルディナント・フォン・ツェッペリンの飛行船の構造計算を行った。1904年に奨学金を得てアメリカに渡り金属構造物の研究を行い1906年にドイツに戻った。アーヘン工科大学の機械工学の教授となり航空機の基礎技術や空気力学の研究に転じた。この時期に 物理学者のアルノルト・ゾンバーフェルトと交流があった。1909年4月に交換構造の副容器を製作し、これは4から6メートルの高度で100メートルほどの飛行に成功した。同じ年の秋からエンテ型の単容器の製作をはじめ1912年にロバートモセルの操縦で飛行した。この機は主要な部分は構成であったが、ヒューゴー・ユンカースの協力によって、ハフの代わりに、 軽合金の板が使われた。1913年からベルリン大学の数学の教授になった。第一次世界大戦中は、セッペリン・シュター・ケンの巨人機の構造計算や低速プロペラの開発に従事した。その功績で、鉄十字賞を受訓した。同じ頃相対性理論の会に取り組み、1916年、ライスナー・ノルド・シュトロム会と呼ばれることになる。 一般相対性理論のアインシュタイン方程式の厳密解についての論文を発表した。この解は1918年にグーン・アーノルド・ストルムも独立して求めた。1929年にモーリッツ・ストラウスに出会い、1935年にアルグス発動機に入り、低速プロペラの開発を行った。1938年にアメリカに移住し、 1944年まで、イリノイ工科大学で教職に就いた。その後ブルッククリン工芸協会に移った。ありがとうございます。